西雄大です。23歳です。アナログで絵を描いて、それをいろいろな媒体に落とすということを基本的にはやっています。線がいいねっていうことを言われたんですよ。線に表現がなんか入り込むなんて思ってなくて、線は線でできたものが表現なのかと思ってたんですよ。それからずっと線に対する執着というかがすごくて、どうすれば線を保ちつつ色をつけれるのかなっていうところが課題になっていって、その僕の中で出た答えが線の太さだったんです。ラフとかを重ねてバッチリの構図を見つけてから書き起こすんですけど、ライブというかその感覚は出していきたいんですね。色だったり構図だったりは結構緻密に自分自身で考えて書くんですけど、最後の線だけはその時の感覚でいくようにはしてます、ね、太い線とシンプルな構図と少ない色数でどこまでこう見せれるかっていう。街でこうすれ違った時に見えた、まあ、グラフィティとかストリートアートもそうなんですけど、目に入ってくる絵っていうのがあって、なんかそういうものが好きで描き始めた部分があって、あんまり枠にとらわれないようにはしようと思ってて、そのイラストレーションだとかアートだとか絵が描ければもう世の中への出し方というかアウトプットの仕方は何でもいいかなって思ってます。今は少なくともこういう出し方が好きだからしてるだけで、今後なんかその自分自身がやりたいことが変われば出し方は常に変わっていくのかなって。売れるとか売らなければならないとか意識しすぎた結果、なんか自分自身の初心っていうのを忘れるっていう、好きなものを書いてって言われた時に何書きたいんだろうってなった瞬間に恐怖みたいなのを感じて、書きたいものを書こうっていうことになったっていう。僕にとって絵はそのなんだろう、僕のセンスを知ってもらう手段。はっきり言ってコンセプトがないんで、ビジュアルだけ、ビジュアルのイメージだけなんで、見た瞬間にもうほぼほぼ理解できるようなものを、やっぱそのシンプルな構図がすごくよくて、やっぱ僕自身がよりこう僕にしかできないことだって思えるし、一生描き続けられたら方法は問わず、より多くの人に知ってもらいたいですね。モチーフは手です。これですね。